った時はどうでした、高校やから、うん、どうやっていけるかなみたいな不安は。不安とか怖かったっすよね。一人でその九州から出て、まず言葉が、お前なまってるやんみたいな、なまりを関西弁で言われる、お前のがなまってるやんみたいな、なんで、できるだけ標準語で喋ろうとするんですよね。すればするほどあかんやん、京都なんか。したらミーティングで監督さんが、お前どう思うねんって言われた時に、何々だと思いますって言ったら、おい、お前どこやと思っとんねん、何々と思います、思いますじゃない、何やったかな、思いますやろうや、そう思いますやろうがみたいな感じで言われるんですよね、うん、まあ、おそらくそれって、何ですかね、ユーモアを、まあ、笑いにしてくれてんねんな、うん、僕は当時うわやばいやばいって思ってる関西弁で喋らなみたいな、もうそう必死ですよね、関西弁とかそのみんなの、うん、は言葉についていくのが、うん、今綺麗な関西弁喋ってるで、はい、それでずっと授業中とかもメモ取ったり、そのイントネーションとかをやってたら、結局それが一番抜けなくなったっていう、うん、なあ、もうほんまね、京都の人からしたらめっちゃうまい関西弁もんね、嬉しい、ありがとうございます。